ちは。こんにちは。さあ、豊さん、はい、8月の振り返りはざっとセパしたので、もうこれしたよね、まあ、そうですね、これ今セリーグ出てますが、はいはい、じゃあこれを踏まえて、まあ、9月もう10月も含めていいでしょう、残り試合どうなっていくのか展望プラス最後に豊さんの最終的な順位予想も、でも振り返りがまた炎上するんだよ。炎上しない。順位予想は大丈夫です、個人的な、はい、あれなので、なので、じゃあまずセ・リーグから今後を見ていきたいんですけれども、はい、まあ、8月29日現在でこのような順位になっています。残り試合が一番多いのが32試合の DeNA、はい、で少ないのは阪神と広島の22試合、うん、ヤクルトは27残ってます、巨人は23、まあ、中日は28ということで、ちょっと書きますか、何いくつ？そうですね、ヤクルトが27です、残り、はい、で DeNA 32、阪神22、広島22、巨人23、中日が28です。まずこう見ていくと、うん、あ、DeNA の方が、まあ、一番残ってるじゃないかと、ヤクルトよりも5試合そうですあるということは、はい、全部5試合かとか 2.5 ゲーム差に縮むんだよね、はい、縮めれるんだよ、うん、しかも阪神広島と見ると10試合近くも多く残して、10試合近くって10試合だよ、10試合ですね、近くじゃないですね、そうそう、10試合ちょうど残してる、はいはい、まずこの試合数が多いのが有利なのか、うん、それとも DeNA って連戦が続くじゃないですか、ちょっとタイトな、うん、17連戦があるんだろう、17連戦、いや9連戦の後17連戦じゃない、9連戦やって1日空けて10連戦です、9開けての10、それでも19だからな、の、はい、そうですね、1日開けてもそのぐらい、19試合だからね、はい、27試合あるんだよ、はい、その時に、はい、これはどうやろうな、だ吉と出るのかどうなんでしょう、京都出るのか、まあそれはもう相当体験したことのないような、はい、やっぱ疲労感に包まれると思う、うん、それは負けてたら特に、はい、調子が良ければあっという間の9連戦っていうことも言えるんだよ、だから9連戦の時どこと当たるんだよ、9月の6日から9連戦は巨人と3連戦当たり、はい、その後阪神2連戦です、全然違うの、はい、でヤクルト2連戦で中日2連戦です、球場は球場は東京ドーム、うんうん、横浜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 バンテリンバンテリンです、あ、ここだけバンテリンか、そうです、まあでもそんなに移動がないからいいよな、ここ1回だけだから、はい、これ9連戦でさ全部違うとこ行ってたら、まあ例えばここが東京ドームでも甲子園神宮バンテリンだったら相当疲れるよ、はい、移動だけでも、うん、うん、だからそういう意味ではまだ助かったね、これ、あ、こういう移動で少なくて、移動が少ないし、はい、だからそういう意味では助かったな、助かった、うん、だけど、はい、他のチームは日程がスカスカになるだろう、そうですね、空いたりもします、はい、あ、やだな、ただ実はヤクルトも詰まってるっちゃ詰まってるんですね、27あるからね、はい、多少は、うん、ただタイガースなんかにしてみればもう本当にもうポツンポツンっていう風になってくるんですよ、そしたらここが阪神がやっぱ青柳に最多勝を取らせたいとかいろいろ出てくると、藤浪が状態がいいとかなってくるとバンバン出てくるから結構きついよな、そういうピッチャーが投げてくると、なるほど、ちなみになんですけれども、はい、そのときは阪神と DeNA の対戦成績って13勝9敗現在の時点で、うん、で DeNA が勝ち越しては現在はいるんですよね、まあね、ただやっぱりそのバンバンいいピッチャーをここで当ててくる可能性があると、阪神は、まあ、可能性はあるけど、うん、それを撃破してるけど、うん、今永とか浜口がどこで投げるかだよ、はい、そうですね、巨人戦で投げて使えないってなるとやっぱ阪神戦誰なんだと、まあ、大抜きとか、はい、まあ、そういうことにはなってくるけどもね、はい、まあ、苦しいっちゃ苦しいよな、でもこれを乗り越えないと優勝はないからね、ないですね、うん、この8月にあれだけ連勝していた疲れっていうのは9月にいい流れでいけるのか、それとも逆に出るのか、いや俺はだからヤクルトに8月の末に3連戦3連敗食らって、うん、まあ、都合4連敗になったんだよね、はい、8連勝した後に、うん、でもこれは
反動ということを考えるともう予想されてるんだよ、うん、まあ、ある程度の反動は仕方ないだろうなって、はい、でも反動の先にはまた状態上がってくるっていうふうに見てるから、はい、だから9月に入って多分少しは良くなると思うんだよね、うん、ただその継続ができるかどうかだよ。ああ、ここでですね、はい、うんうんうん、だからここら辺がちょっとポイントかなっていうふうな感じはするけどね。そうですね。でヤクルトと その直接対決っていうのは 1,2,3,4,5 試合、うん、直接対決があるので、そうですね、一気に差を縮めることも、まあ、可能っちゃ可能、可能っちゃ可能だけどさ、ヤクルトとだけ対戦するわけじゃないからね。ないんですよ。で実は DeNA は広島戦には負け越してるんですよ、はい、相性的に。相性悪いよな今年。ただ中日にはすごく相性が良くて勝ち越してる、うん、でその負け越してる広島は5試合あります、うん、で勝ち越してる中日っていうのが7試合あるんですよ。で特に9月の終わりですね、27、28、29、30は中日との4連戦っていうのもあります、うん、まあ、だけど、うん、もうここまで来て過密日程で相性がいい悪いじゃないよね。もう違う。いやー、ちょっと俺は違うような気がするよ。相性はもうないと思っていいと思う。ここまで来るとそうなんだ。だってここら辺の日程がスカスカだもん。いや、そうなんですよ。そしたらもう優先的に、まあ、ここは戸郷を中心に回すだろうね。最多勝取らせてやりたいし、はい、ここは森下投手で、ここは青柳投手、伊藤、はい、でそうなってくるとさ、もう毎度当たるよ。きついですね。でここら辺はもう確保しなきゃいけないのは、はい、大野、小笠原、はい、柳、はい、これが一つの玉となってかかってくると、うん、やっぱきついよ。やっぱ、いや、そうですね。最後にここ4連戦しなきゃいけないっていう9月末に、そうなってくるとなんか1つ2つ勝てないとそのままトトンって、まあ、っていうか、その時の順位がどこにあるかだよね、はい、あ、まあ他の対戦するチームがですね、いやいや、 DeNA が、うん、DeNA がこの位置にいたら、はい、やっぱ頑張るよ。2位を死守しに、うん、で1位をまだ狙える。この4連戦4連勝って言ったらモチベーション高くひっくり返す可能性もあるし、はい、モチベーションなんだよもう結局、うん、でもここが過密日程でちょっとずつ落ちてきたら危なくなってくるんだよ。でも優勝をとにかく狙い続けないと、モチベーションを下げないようにして上げとかないと、はい、だから三浦監督がいいか 7ゲーム今のこの現在ね、うん、7ゲームあっても絶対いけるから頑張ろうって。この今32試合を大体豊さん的に何勝何敗でいけばここに狙えるっていうことなになります。どのぐらいの勝利、この勝利、いや、行かなきゃいけないね。22の10。ああ、22の10か、うん、でもまあ8月のことを考えれば、だからこれ数字は可能だよね。可能ですよね。22の10行って、はい、まあ、ヤクルトの戦いもあるけど、はい、これいい勝負できるかなって思う。そうですね。でそのヤクルトは27試合を残しています、うん、で、まあ、まあ結構タイトはタイトではあるんですけれども、うん、連戦がねあるんですよ、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10連戦。ヤクルトヤクルト10連戦待ってるんです、はいはいはい、中日2試合、うん、阪神2試合、はい、で巨人1試合、はい、でまた中日2試合で DeNA3 試合っていうこの連戦があります。この中日の最終、当たるのはバンテリン、バンテリンで甲子園、うん、で巨人が東京ドーム、はい、で中日の1戦目がバンテリン、はい、中日の2戦目が神宮、バンテリンから神宮に移動するんです、はい、で DeNA は全部神宮です。ちょっとこれロードが、これはきついな。この1日移動っていうのがまたどうですか。これきつい、きついですか、移動的に見て。まあ、きついけど優勝狙うんだったら、うん、きついのはもう仕方ないけどね。ただこの移動っていうのは怖いな、コロナの中で。まあ、確かにそうですね。一人でも出てしまうと、バンテに行って甲子園行って東京ドーム行ってバンテに行って神宮戻ってくるんだろ、はい、これ神宮バンテリンだったらいいのにな。そうでも一緒か。そうなんです、一緒なんですよ。バンテリ神宮、神宮神宮神宮か。そうなんです。いや怖いね。
確かにその移動で阪神が8月になってしまったっていうのもあるのでチャンスあるね。あ、逆にここに、いやだって日程的にはスカスカだから勝てるピッチャーいけるじゃない。勝てられます。そうなんですよ。ましてやさらこの阪神の防御率が 2.64 だよ。はい、チャンスは阪神出てくるよね。これこの日程で、はい、いやー苦しいなー。 DeNA もヤクルトも。そうなんですよ。で阪神はどんなに連戦をしたとしても最大で6連戦6連戦は普通だからな。いやそうなんですよね。これは横浜横浜甲子園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 なので、うん、そんなに移動は苦ではないんですよね、うん、で甲子園が多いんですよ阪神は。いやそりゃそうだよね。8月は明け渡して、はい、そうですそうです。だから地元の利っていうのはある。甲子園何試合残ってるの。甲子園が14試合です。14試合って半分以上残ってるんだよ。残ってます。これは阪神得だな。得だけど、まあ、数字的にはきついけどな。でも日程的に楽っていうのもさ、はい、だから青柳、はい、伊藤、藤浪、はい、でまた青柳、伊藤、藤浪でもそこに、まあ、佐伯もいるから。そうですそうです。あと森木投手なんかも使えますよ。まあ、森木がでも順位が上がってきて森木を使えるかどうかっていう。あと西、2人、西純也の方がいいな今。あ、そうですか。いるないるんです。ピッチャーはたくさん。いやこれは面白いわ。あのここがもちろんここになる可能性だってあればっていうことですよね。ああここになる可能性っていうのは阪神が水ちょっとそれはないですか。数字的には厳しいけど、はい、いや何が起こるかわからないからさ、はい、コロナの予想もできないしこれだけ移動するのは嫌だよな。いや嫌です。ヤクルトはヤクルトはちょっと嫌ですね。2つ2つってさ鉄板でいいピッチャー揃えてくるもん絶対に。あ、まあ、当ててきますよね。当ててくる当ててくる当てまくりだからですね。ということは本当にあのここから下のチームがここを2つを潰しにかかるっていう、もちろんそうなってきますね。当ててくるあのね、やっぱこれからはローテーション崩してくるよ。はい、ああそうか。で、あそこのピッチャー、あそこのチームに相性がいいからこれいっとこうとか、はい、これ相性が悪いからこっちに回そうとか、うんうん、そういうことの計算をしだすから、はい、そりゃやっぱり日程が詰まってるチームっていうのは苦しくなってくる。でちなみにヤクルトなんですけれども広島には勝ち越してる相性がいい、うん、ただ中日には相性が悪いんですよ。でその相性の悪い中日とはまあ7試合あるもんな。そうなんです。バンテリン、これバンテリン神宮みたいな。そうなんですよ。でそのなんで相性悪いの。あ、ピッチャーがいいのか。なんかあ、それとやっぱり広い球場だからっていうのもあるんでしょうかね。でもヤクルトは経験値の高い選手が多いし、はい、まあ、そこら辺は多少こうもたもたしながらでも乗り切りそうな感じはするけどね。ああ、まあそういうことなんですね、うん、やっぱ経験値は高いよ、うんうん、ただ DeNA の経験値っていうか、はい、あのモチベーションを保つには、うん、やっぱ9月の入り方だな。そこが重要になってくるんです、ね、うん、ガタガタっと来たらさ、はい、やっぱちょっとかたるくなってくるよ。あと広島巨人なんですけれどもここは22試合、うん、23試合と、まあ、少ないので日程的にも、うん、ただやっぱ連戦、そうですね、6連戦なので広島はそれは通常のことですし、うん、ジャイアンツが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 連戦が残してます。最後の方残してる。そうです、9月の17から25日。巨人の9連戦って、はい、ビスターでしょ。いや、東京ドーム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 、横浜、横浜、バンテリン、バンテリン、バンテリンです。最初の4試合だけですね、まあ、でも先発ピッチャーの数とかね、いろいろ考えると、うん、やっぱ巨人っていうのはちょっと苦しいような気がするな、うん、中継ぎとか、はい、やっぱ9連戦ってなるとさ、はい、6連戦までだったらなんとかなるけど、うん、9連戦ってなるとちょっとかたるくなってくるんじゃないかなっていうような気がするね、はい、あ、ピッチャー陣が持たなくなってくる。ピッチャー陣がね、中継ぎとかも含めて、うん、でもその、うん、この打者陣がさ2割2分6厘の、はい、これ支えてくる可能性もあるけどね、まあ、岡本選手が復調してくる、まあ、まず確かに前の日程だよ。はい、前ここ3試合ないんですよ。ないだろ、はい、だからもうその、まあ、例えば戸郷が行って、はい、まあ、火曜日ヤクルト戦、うん、そこから3試合抜けてっていうことなので、うん、もう最後の方はやっぱ取らせたいと思うと中4とか、うん、4とか中5で来るんじゃない。
で、まあ、5回投げ切ればいいわけですよね。まあまあ、そうそうそう。でもな、5回じゃダメだよ。長すぎるも持っていかれちゃうから。そうか、ちょっと疲労が。いや、だから、まあ、そこら辺がちょっと心配だけど、はい、ピッチャーがいいとさ、まあ、阪神とか、はい、ね、まあ、DeNA もいいよ、はい、で広島はやっぱ枚数が足りないというかさ、うん、やっぱ徳田の怪我っていうのは大きいし、はい、で大瀬良の状態、うん、まあ今頼れるのは森下ぐらいだもんね、はい、そうですね。だからまあちょっと難しいっていうか、かったるいなっていうふうに思うね。なおかつ DeNA の10月1日2日の最後の2連戦が巨人と当たるんですよ、うん、ってことは巨人って9月の25日の中日から26、27、28、29、30って5日開けるので、また戸郷投手が来る確率っていうのは、それはその時にはだいたい順位が見えてると思う。あ、もうじゃあそこは順位が見えてるのと、例えば戸郷が並んでたら、うん、もう一回行くよ、戸郷、うんうん、でももう取れてるとか、取れてないとか、もう決まってたら、はい、もう若手にチャンスやる。あ、もうそこはそうで、あ、それによってここがきついかきつくないかっていうのが分かるんですよね。10月1日までもつれそうですかね。もつれたら大変なことになるよね。あ、なりますね。もう横浜の選手なんかこんなんなってんじゃない、本当に体調がね、体調がそうですよね。でヤクルトもヤクルトで本当移動が過密ですし、まあそうだなって考えると阪神がちょっと来るんじゃないんだろうかっていう、まあ阪神側からするとなんでもう少し試合がないのみたいな感じになってくると思う。欲しかったって、やっぱ足りないよね、ちょっと。そうですね、ここまで行くにはね、はい、ここまで行くには可能性はあるけど、はい、ここまで行くのは12あるだろう、うん、はい、12っていうことは負けられないもんね、うん、12、ヤクルトは、はい、20の貯金があるわけでしょ今、はい、相当離れてるっていうことだよ、20、こことここですよね、うん、そうですね。まあでもな、直接叩いて他もやられるようなことがあったら、うん、まあ、大変なことになるよな。ですよね。でもここが無理だと思えば、もうここ争いがもちろんもうあれになってくる、あれというかね、うん、なってくるので、このあたりも3位に入らないとっていう。3位には、3位はみんなどこも狙ってるから、中日も。だから どうな、3位争い、もちろん A クラス入りもそうですし、ここ争いも面白くなってくるってことですよね、場合によっちゃ。そうだな、32試合はきついな。いや、もうゾッとするな。なんか飛び飛びだったらいいんですけどね。まあでも使い方だから、野手も休ませながらっていうことをやっていかなきゃいけないから、みんなの状態を上げて、それは責任としてね、個人の責任としてチームに貢献するために、だからみんなのその体調管理をするのも大変だから、個人で体調管理をし状態を上げとくっていう。だからレギュラーも休ませる時があると思うよ。そうですよね、代わりに入る時があるから、そこにベストで入れるようにちょっとしといて、しといてほしいな、 DeNA には。そうですね、じゃないとこれ32試合持たないよ、気持ちが、気持ちっていうか体力が、体力が。そうですよね、この中6チームでじゃあ見ると、まあ、残り試合の中でピッチャー的に有利なのはここ、もう完全にいるよ、ここですね、中抑えも、はあ、ここがピッチャー、うん、あ、すみません、有利、うん、打者有利になってくると、打つ方で有利になってくるとどこですか。やっぱここだよね、ここだよね。ああ、ここがだですね、うん、うんうんうん、まあ、ここ村上選手いますからね。いや、だからそこだよ、はい、どう村上選手マークどうなってくるんでしょうか。いや、それは絶対マークでしょ、うん、ただここら辺はマークしてもしょうがないからね。あ、まあでもあれか、順位争いがあるから。はい、あります、ここまでも。マークするだろうな、うん、やっぱずっとマークだよ。日本シリーズ終わるまで。永遠ですか。もう永遠。だフォアボールが増えてくる確率っていうのが、まあ、増えてくるよね。そしたら得点に絡むケースがたくさん増えてくるっていうことが、だからそれはなかなか、なんて言うんだろうな、マークされても、うん、マークされても5番とか6番が当たってると得点能力は上がるということ。だからここは5番6番の調子も
上げるとさらに武装になるってことですよね。ヤクルトでしょ。はい、ヤクルトです、うんうん、だここ他のチームはじゃあここは村上選手対策だったりとかそうなってきますよね。まあそうだね、うん、で、まあ、DeNA の方は桑原はじめ、はい、まあ、2番楠本がちょっと疲れたけど、うん、はい、まあ、3番佐野、4番牧、宮崎、うん、いいよね。いいですね。で外、はい、で、まあ、戸柱か2年かみたいな、うん、で、まあ、ショート、はい、まあ、ショートは森だったら1つ下げ、あの打順を下げるけど、うん、大和だったら1つ上げるとか、はい、まあ、そういうこともできるし、うん、まあ、打順の流れとすれば DeNA も すごくいいんだけどね。そうですね、ここも、うん、はい、で広島は、はい、やっぱ打者だよね。キーがキーポイントはもうピッチャー今更良くならないよ、うん、中継ぎ投手っていうのは、はい、だからもうキーはダだよね、はい、これはもう巨人は中継ぎ投手、ここですね、中継ぎ持ちますかね。まあ例えば戸郷が投げる時なんかは勝たなきゃいけないピッチャーだし、はい、まあ、例えばメルセデスを中に入れとくとか、うん、もう変則ですね。変則にできるような日程だからさ、はい、だからそういうこともありだよねって、うん、今若手の中継ぎをやってたピッチャーを今先発とかで原監督試しているのはこの9月の戦い方をなんかそういう小刻み小刻みに行こうとしてるのかなとか。まあ変則はしてくるよね。あ、うん、だからそれはもう考えてると思う、うん、ここはやっぱ中継ぎピッチャーでいいか。あとは岡本選手どうなりますキー、まあ、岡本は上がってくると思う。あ、本当ですか。うん、だからそんなには心配してないけど、まあ、今までは悪すぎたからね。坂本選手は坂本はだから無理させないんじゃないもう。あ、じゃあ併用いやいや使うよ、はい、使うけどゲームが決まったりしたらもう変えるんじゃない。あのそうですね、守備だったり、だから今年無理するような成績であれば、はい、あれば、うん、ここに入ればもうクライマックスシリーズとかもう無理してもらうよ、ね、はい、まあ、だけどああもうここしか行けないねってなってくると、うん、もう無理はさせないよ。そうですね、うん、で中日です。中日、はい、まあ、中日はね決め手がないんだよ、うん、決め手はないけどローテーションを変えて、はい、いろんなところにこう相性の良さを見て、うん、ぶつけていくと、うん、目は出てくるよね。いわゆる先発ですよね。もう今さら打てなんて言えないよ。 そうですね、ビシエドも良くないしっていう、うん、だから最初失点に抑えて、はい、それを上回る点を取るという、うん、それしかないから、はい、だから先発ピッチャーで最初失点に抑えられるような相性みたいな、うん、もうここまで来たら各球団の相性出てるから、はい、まあ、そういうローテーションを組み直すとか、うん、まあ、そういう風にした方がいいのかなって思う、ね、そうですね、まあ、そうなってくると中日だって28試合残ってるし、まあまああります。3位っていう可能性があるよね。A クラスに入れる可能性が、うん、は残されてるという、うん、28試合あるし。そうですよね、うん、そうなってくるとまた本当に A クラス争いが熾烈になってくるっていう、うん、終盤まで本当最後の最後まで分からなくなってくるっていうことですね、はい、まあ、セリーグざっと見ました。で最後にセバ最後に順位予想してもらいます。この通りでいいよ。あ、もう今回この通りでいいですか、うん、え、阪神ここでいいですか。甲子園が多いでしょ、はい、これが気になるんだよ、うん、失策、うん、あ、確かにいいよ、はい、でもね最近ね失策するとね失点をしちゃうんだよ、はい、それまでは失策してても、うん、ピッチャーがいいから抑えるんだけどもうここの終盤バテバテになってきてる時に、はい、これやられると、うん、やっぱも気持ちがなえるんだよね多分ピッチャーの。だここが心配、失策が。甲子園地元なんだけれども失策が多いことがどう出るか。それとこの打率、はい、これがもう少し下がりそうなんだよ。あ、え、それはなぜ。甲子園だから。ああ、そういうことか。だからちょっと不安という。ああ、甲子園だけど。でも一番怖いのはここだよ。ああ、ここですか。うん、阪神、うん、阪神がポイントを握ってるという、うん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 、ポイントやる気になるのか、はい、ならないのか、うん、ここですね。やるのかやらないのか、やそしてやられるのか。そうだね。 DeNA のは持つのか持たないのか。あ、ここは持つのか持たないのか。体力だな、はい、うん、ここは
サッカーの試合だったら、うん、90分過ぎて、はい、全員足つると思う。そのぐらいやっぱり必死に逃げないと、はい、やっぱ7ゲームっつっても安閑としてらんない。この日程とか見ると。ああ、そうか、移動が多いこと考えると、うん、でも逃げ切るだろうなっていうふうに思ってる。最終的にこの2位との、まあ、2位まだどこ来るか分かんないですけど、まあ、比較的 DeNA だとしてゲーム差どのぐらいで終わると思います？あのね、うん、32試合残ってるチームに酷だよ。何ゲームでもいいから俺の気持ちでは2位に残ってくれと思ってる。まあ、もうそこはもう何ゲームでもいいと。それで横浜スタジアムで、ね、CS を迎えてほしいよ。だってここヤクルトがさ、十何ゲーム離させてる時にさ、うん、DeNA はもう4位か5位ぐらいにいたわけだからな、はい、そこから追い上げて4まで行った、うん、ほんでセ・リーグを盛り上げた、はい、やっぱ DeNA が2位に残ってほしいよね。まあそう、まあ、OB の思いもありますし、まあ、まあそれは、まあ、プロ野球関係者としてね、はい、だけど阪神も、阪神が一番怖いんだよ。ここですね、阪神が一番バランスが取れてる。ただもうちょっと打てればね。そうですね、打率が上がってくればってことですね、うん、そうなってくると、まあ、大山選手であったりとか、うん、佐藤輝明選手であったりとか、どんどんなってきます。ただ阪神はモチベーションによってすぐ変わるからな。あ、そうですね。例えば青柳、伊藤がまたやられたってなると、はい、ガタガタっとくるし、はい、いや、青柳疲れから抜けたぞ、行ったぞみたいな、うん、え、伊藤も行ったみたいな、うん、そしたら乗ってくるから。はい、うん、まさにここですね、ポイントとなるのは、うん、だからポイントは青柳が勝つか勝たないか。あ、そこですか、うん、青柳が勝った時には伊藤も勝ってるから。大体が二個一みたいな。二個一みたいな。いや本当に本当に、うんうんうん、あとは若手の西純也と、はい、まあ、森木を使うかどうかわからないけどね、はい、そういうピッチャーがポンポンと勝って、うん、藤波が中で、まあ、中でっていうか、うん、あの伊藤の次に藤浪がバシーンいったら、はい、うん、そうだ、そりゃやっぱ阪神のピッチャーいいもん。いや、いいですよね、うん、いや、そうですよ。ちょっとここがちょっとチーム的にはここがポイントになりそうというところです ね、 ね、はい、順位は最終的な順位は豊田さんもこのままで最後を迎えるんじゃないかと。うん、その1ヶ月間でちょっとこうあるかもわかんないよ。もちろんあるかもわかんないけど、はい、最終的にはこうここに収まるかなっていう。おー、で結局さ、激しく動いてた、まあ、ヤクルト以外激しく動いてたっていうのは、うん、ゲームでもそうじゃん、はい、例えば最初にさ、バカバカーンと点を取って、うわ今日の試合終わんねえわと思う試合が、うん、終わってみたら、うん、え、立ち上がりの 1,2 回しか点取ってないじゃんみたいな、うんうんうん、そういう試合って多いんだよ、はい、だから順位も最初のうち目まぐるしく変わったけど、はい、だけど最終的にはここで終わるんじゃないかなっていう。なるほど、ここで落ち着くという感じですね、うん、苦しいけどね。豊かさんが連戦してるみたいじゃないですか。そうですね。じゃあセ・リーグは見ました。うん、続いてやんのやりますよ。やんのかよ、はい、やりますよ。パ・リーグ行きましょう。8月29日現在の順位表、そしてこの青のこの数字が各チームの残り試合、はい、こう見るとセ・リーグよりかはなんていうの、均衡というんですか、その試合数、まあ、そうだね、28試合が一番多いね。はい、いや、ソフトバンクが一番多く残してる、まあ、楽天とソフトバンクですね。で、西武が23で、まあ、一番少ないっていうことなんですが、はい、ここも連戦があります。ソフトバンクも結構きついです。ソフトバンクは最大の連戦が、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 連戦というものがあります。11連戦です。9月の10日から11連戦始まります。オリックス、はい、セーブ、ちょっとオリックスが2試合、ね、はい、オリが2試合、セーブが3試合、楽天が2試合、オリックスが3試合で、日本ハム1試合、この11連戦というのが一番長いです。西武は、西武は一番長くて連戦がですね、1,2,3,4,5,6 連戦、うん、まあ、いつもと変わらないです。日本ハムが2連戦ですね。日本ハム2連戦、うん、でソフトバンク3連戦、うん、でロッテです。ロッテが1試合です。
ソフトバンクは、まあ、京セラでペイペイドーム、楽天生命パーク、京セラドームで札幌ドーム、西武はベルーナですね、そこがで、ペイペイ3連戦で、ゾゾマリンですという残し方をしています。オリックスは、オリックスは連戦が6連戦ですね、最長、うん、1、2、3、4、5、6、これは、日本ハム2連戦で、ソフトバンクが3連戦、うん、で、最後ロッテです、うん、で、京セラ、ロッテ1です。京セラ4連戦で、京セラが1、2、3、4、5連戦ですね。京セラ5連戦のゾゾマリンです。西武とオリックスは何試合？1試合だけです。9月の8日オリックス、これベルーナドームなんですけど、はいはい、この1試合だけです。はいはい、はい、で、オリックスとソフトバンクは、でオリックスとソフトバンクは5試合です。この5試合は全部京セラです。この数字から、豊さん、数字なんか見えてくるものって？西武が有利だな。西武が有利、うん、お、それはどうして？まあ、あのね、直接がある、この3試合、はい、この3試合、どうだ、これか、はい、ここがやっぱポイントで、ソフトバンクの方はここもポイントだよね。オリックスとの、うん、5試合あるから、はい、だからここはね、ポイントはここはもうポイントにならないんだよ。あ、そうなんですね。西武とオリックスは、はい、もういいんだよ、うん、ただもうここだよね、ここ、直接対決、西武ソフトバンク、うん、これで勝ち越せば、はい、多分ソフトバンクとオリックスは星の潰し合いをしやすい。あ、お互いに、お互いに、お、そしたら西武が抜ける可能性がある。西武がじゃあちょっと、まあ、有利というか、いや、俺は有利だとなってきますよね、うん、で、今現在 0.5 ゲームで、スケジュール的にも楽だもん。そうです、うんうんうん、そうするとソフトバンクも連戦、11連戦残ってるってことは、ソフトバンクがちょっと不利になってくるんですか？ちょっと堅いな、うん、相手がさ、はい、やっぱいいピッチャーがいるもん。それももうローテーション崩して、どこを潰してくるかっていうのが、これは監督の相性だと思うけどね。で、ちなみになんですけど、オリックスとソフトバンクの対戦成績、相性っていうのは、9勝11敗、これソフトバンクが負け越し、まあ2つなんですけど、いや2つだけど、これが4つになる可能性があるからね、はい、あ、そうか、まあ、例えば山本宮城がさ、そこに当たったってなるとさ、はい、それは簡単ではないし、うん、でそれを千賀と、まあ、例えば東山で、はい、応戦に行くって言って、うん、ま、と、例えば負けたら大変なことになる、はい、だからその星の潰し合いが、うん、やっぱソフトバンクとオリックスの中で行われてる間に西武は抜けるんじゃないかって思うんだよ。スルスルスルっと、それが8月の末に西武とオリックスがその星の潰し合いをしてる時に、ソフトバンクが上に行ったんだよ、はい、で西武がそのオリックスに対して2勝1敗って勝ち越したんだよ、はい、だから一つの山は西武はちょっと超えたんだよ。 あとはソフトバンクとオリックスがどう戦うかだから、これ5試合あるから。そうなんです、ソフトバンクオリックスは、だこの9月の10、11のオリックス2連戦と9月の17、18、19のこの3連戦、うん、だから9月の半ば過ぎ、この辺りでちょっとここの順位が見えてくるのかなってことですかね。まあ、そうだな、マジックが出るかもな、西武にですよね、うん。ちなみに楽天はどうなんだよ。楽天は最後8連戦、9月23日から、うん、日本ハム1試合、オリックス1試合で、また日本ハムがこの2試合で、オリックス1試合、うん、西武1試合、ね、飛び飛びだな。でソフトバンク2試合っていうのがあるんです。でこれ最初の日本ハムとオリックス戦が楽天生命パークなんですよ、うん、日本ハムは札幌ドームです。あ、ここで2試合。そうです、そうです、すいません、はい、そうです、そうです。これ札幌ドーム、札幌ドーム、はい、で、オリックス京セラですね。オリックスが京セラ、うん、で、西武が楽天生命パーク。そこは楽天生命パークが最後まで行きます、ソフトバンクも、うん、っていう感じです、うん、最後こういう過密なスケジュールがドッとやってきます。ちなみに楽天は西武に6勝13敗と大きく負け越してます。6勝13敗です。どこに？西武に対してです。だ西武は相性がいいです、ね、楽天と、楽天、ね、はい、おかわりなんか生命パークでバカンコ言ってんのか。
いや本当に相性いいですね。ちょっと待ってか、もう少し考えたらっていうぐらいバカンっちゃう。相性いいんだ。相性いい。ああでも楽天の腰を据えて、はい、ゲームができないっていうところがさ、うん、1試合1試合でしょ、はい、チームが変わるでしょ。そうなんですよ。札幌京セラ楽天、あ、まあそうか。でも全部変わっていくんですよ、チームが。なんかまあそうだな、ちょっと落ち着かないな、はい、気持ち悪いですね、やってる方が。なんかセーブ、セーブだな、セーブだな。セーブですか、これは。ここ、まあ、ここと、この言っていたこことここが星の潰し合いをしている中でここが抜けていくんじゃないかと、うん、そうそうそう、はい、楽天って何かキーになってきたりもするんですか。まあ、楽天ももちろん、まあ、ピッチャー次第だけどな。だって、ね、4.23 じゃもう9月に入ったら勝負にならないよ。あ、オリックス、うんうんうん、楽天は4、あ、そうですね、うんうん、でもここもここに入らないといけないっていう風になって、まあまあ可能性はあるよね、はい、例えば星の潰し合いで、うん、ね、オリックスが全部勝ちました、うん、だから楽天上がってソフトバンク4位に落ちるよ、うん、あ、そうか、ゲーム差から言っても可能性あるんですね。そうそう、可能性はあるんだよ。だから逆に言えば、はい、ソフトバンクが全部オリックスに勝ちました、うん、そしたら楽天が上がる、うん、オリックス下がります、ね、だから西武もこう星の潰し合いを見ながら上に行けるけど、はい、楽天も場合によっちゃ上も行けるもんな。だからこことここの潰し合いがこことここにかかってくる。だからその5試合が順位を大きく左右すると思うよ。なるほど。パ・リーグも本当に試合試合目が離せなくなってきますね。もうひっちゃかめっちゃかだよなんせゲーム差これですし。でソフトバンクのこの11連戦っていうのはソフトバンクはどう響いてくるんですかね。いやー、こう当たる相手がオリックス5試合に西武が3試合あるでしょ、はい、ここら辺が辛いよな。あ、ソフトバンクとしては。楽天とソフトバンクってどうなってるの、相性。相性は楽天ソフトバンクはソフトバンクが10勝8敗でにいいですね、に勝ち越してます。いやー、ソフトバンクは苦しいかなと思うけどな。苦しいよ。まあ、確かに周囲にはいますけど、まあ、メンバー的に見てもその野手がその若手というかレギュラーメンバーではないところで、まあ、戻ってくるとは思うんですけどね。まあ、西武は結局ここの3連戦、ソフトバンクとの3連戦を勝ち越せば、はい、多分いけると思う、うん、お、もうスルスルっと抜けていく、うんうん、はい、西武との3連戦なので、これはもう9月の12、13、14ですね。ここで3連敗したら、はい、もう大変なことになるね。多分3位だ。あ、西武逆に、うん、オリックスが上行っちゃう。ということはソフトバンクにとってみたら本当にこのオリックス2連戦からの西武の3連戦、ここがすごく重要になってくる。で、まあ、残りの折の3連戦絶対大事だよね。もう疲れちゃうよみたいな、そんななっちゃう。疲労困憊になってきますね。ここはもう精神的にも、ここはもうかったるいな。ちょっと、まあ、ロッテもさ27ある、うん、で最近打ち出したって言っても、うん、これが持続しないと思うんだよね、そんななかなか、はい、で他も引き出しさ、うん、今年用意どんでもうここまで戦ってきて、みんな必死に戦ってきたと思うんだよ、はい、その順位がこれなんだよ、うん、ね。それを今打ってるからってひっくり返せるかって言ったらそう簡単ではないと思うんだよね。まだ借金あるしね、ロッテなんか、はい、だから上位 4チームの、うん、まあ順位争いかなっていうような、そんな感じがするけど、まあここまでっていうことですよね、うん、あ、ちょっとロッテは厳しいかな。いや、もうちょっとエンジンかけるの遅すぎるわ。そうですね、8月終わり現在でこれだと。そうですね、うん、でそれぞれなんかこう、ただ、はい、まあ先に言っとくけど、ここと変わる可能性はなくはないよ。あ、こことここがこうなる可能性はあると。可能性はあるよっていうこと、うんうん、はい、うん、ただロッテがここに行く可能性が厳しいっていうことです。決め手がないもんな、これという。そりゃピッチャーオリックスなんか抜群にいいしさ、はい、西武はバカバカ打つし、はい、ね、ソフトバンクもそうだよね、はい、ただソフトバンクの方は日程的にこの上位と当たる試合が残されているということだよね、
だから厳しいなと思うんで。そうですよね。でなんかそれぞれ、まあ、チームの総評として見たんですけれども、それぞれのチームでなんかキーとなってくる選手だったりピッチャーっていますか？ソフトバンクはやっぱ千賀と、まあ、千賀だよな、はい、まあ、千賀と野手では、まあ、柳田かな、やっぱり、まあ、帰ってくるってことですよね。そう、まあ、帰ってきてくれなんて困るでしょ。いや、この一番でも疲れが抜けて、ね、帰ってくると思うよ。あ、じゃあいい、まあ、割といいかもなんだよね。はい。で、まあ、西武の方は高橋光がやっぱり山川だよね、はい、高橋光投手と、うん、は山川選手、うん、まあ、オリックスは山本、宮城両ピッチャーですね、うん、ここは、まあ、もうピッチャーで戦うしかない。バッターがね、なかなかって言ってましたね。バッターがね、うん、まあでも得点力はちょっと低いんだけど、はい、でも失点しないからね、うん、だからこっからのエンジンのかかり方っていうのをちょっと期待したいけどね。はい、はい、で楽天はマー君はこれからちょっと多少勝ってくると思うんだ、うん、やっぱ則本だな、はい、まあ、田中投手はそうですけど大事なのが則本投手、ここですね、うん、はい、あとは浅村だよ。そうですね、やっぱね、ここに来てね、若手っていうよりもそれなりに給料が高いやつが頑張ってくれないとさ、この3名あ、まあ他のチームもね、まあ、そうですね、うん、それはやっぱそれは期待をしたいけどね、うん、ここがまあキーになってくる。で、ロッテがなかなかキーがなんかちょっと生っつくない、ロッテがなかなか言ってどこい、田舎え、そう、東京なんで出たの東京と福岡かなどこから来たのロッテがなかなか出てこない、うん、ワンチャンあるとしたらマーティンとレアードが復活することだよ。でもどっちか対談します？マーティン、マーティン、まあ、対談するんだろうけど、はい、まあまあ、レアード、レアードだな、まあもういいや、もうなこいない、いない、いない、もう全員で頑張れみたいな、最後もわけわかんなくなりましたロッテは。まあそうだね。というわけで、はい、最終順位パリーグはどうなりますか？西武が1位かな。西武1位、お、そこが1位、はい、はい、で2位がオリックス。おー、ソフトバンクじゃない、うん、潰し合いにここが勝つんですね。ソフトバンクがさ、このね、コロナの影響を受けたチームって、はい、やっぱね、戻ってきてもそんなにね、バーンといかないんだよ。そうですね、今年の傾向からすると、はい、だからこの時期っていうか、8月の 末からっていうか、かかったことが俺順位に影響すると思う。やっぱソフトバンクが、そうですね、コロナ明けの選手が多いってなると、うん、だからヤクルトだってバランスを崩したでしょ、はい、でちょっと苦しんだでしょ、うん、で巨人もそうだよね、はい、だから広島もそうだよ、うん、コロナにかかったチームがいきなりドーンと行くことはない、うん、そうですね、体力的にも、うん、まあ、日本ハムもそうだしね、はい、で、4、5、6と、あ、そう、はい、こうなりました、はい、なるほど。まあソフトバンクの日程はきついわ。そうですね、11年でもここで結果を出して、はい、うん、トップに立ったら本当強いね。もうそうです、もう来年も優勝する。あ、ここで結果を出したらソフトバンクが、うん、で優勝今年したら、はい、来年も間違いなく優勝する。ソフトバンクがすごい底力を持ってるチームですね、ソフトバンク。まあ、あの若手ね、はい、だから帰ってきて若手をどう扱うの、はい、まあ、藤本監督の手腕というのが、うん、まあ、見ものだね。そうですね、いや、もう残り1ヶ月なくてもう、ね、いや、ほぼ1ヶ月後にはもうどこか、ね、順位出てますから、本当にこの9月っていうのは目が離せないというか、豊さんも忙しい時期ですね、寝られない毎日が。もうちょっと目が痙攣してくるよ、さっきからいや、本当に豊さんも目が痙攣する、痙攣する。そうですね、はい、まあ、プロ野球ファンにとっては楽しい、一番エキサイティングな1ヶ月です。ファンじゃなくても解説者でも楽しい、楽しい。でもやってる選手は痺れる1ヶ月ですね。大変だから順位をつけるっていうのは本当は失礼な話なんだよ、
分かってるから、でもそれを期待してるからそうなんですよね。まあでもみんなが1位になってほしいと思うよ、本当ね、一生懸命やってるもん。そうですね、まあ、選手にはね本当悔いのない1ヶ月を送ってほしいな、まあそりゃそうだな、はい、はい、思います。